皆さん、こんにちは。現在、バスケスバイロン選手の移籍で話題を呼んでいる禁断の移籍ですが、昨日17日、またもや J リーグのクラブで禁断の移籍が起きてしまいました。サガン鳥栖は昨日15時、公式ツイッター移籍情報を発表。そこには、サガン鳥栖サポーターからすると衝撃の内容が書かれてあったのです。田代正也選手、アビスパ福岡へ完全移籍。タッシー、2年半ありがとう。またピッチで会いましょう。この発表に鳥栖サポーターはすぐに反応し、タッシー、しかもアビスパ、タッシー、衝撃的すぎてほんまに放心状態。これは頭丸めて謝罪もんです。それは話が違ってくる。マジで無理、信じてたのにな。わけわからん。これは応援できんよ、裏切りや、よりによって一番嫌なところに、など約150件のリプライが寄せられ、1日経った現在で引用リツイートも1000件を超えており、話題を呼んでいます。それもそのはず、サガン鳥栖にとってアビスパ福岡は最大のライバルチームであり、九州ダービーとしても知られているチームです。田代正也選手はサガン鳥栖の公式サイトにて移籍について、いつも熱い応援ありがとうございます。鳥栖に来てから2年半、どんな年齢からでも成長できることを実感し、充実した日々を過ごしていたこと、後半戦が始まったタイミングでチームを去ること、非常に悩みましたが、環境を変えて戦うには今しかないと思い決断しました。常にファンサポーター皆さんの期待に応えることはできなかったかもしれませんが、皆さんが見守ってくれたからこそ次に向かっていくことができました。今日まで支えてくださったファンサポーター、スポンサー様、クラブスタッフ、監督はじめコーチングスタッフ、選手、心の底から感謝していますとコメントを発表しています。埼玉県で生まれ、小学校1年生の時に蕨北町サッカースポーツ少年団でサッカーを始めた田代正也選手、中学校時代は大宮アルディージャや三菱ヨーワ SC のセレクションを受けましたが不合格となり、武南ジュニアユースでプレーすることとなり、進学した武南高校では3年生の時に主将としてインターハイに出場しますが、怪我の影響で試合に出ることができなかった悔しい過去があります。高校卒業後は法政大学に進学し、大学でも主将を務め、ディフェンスリーダーとしてチームを牽引し、2016年 J2 の FC 岐阜への加入が決まり、3月6日の第2節北海道コンサドーレ札幌戦で J リーグデビューを果たします。ですがそこから3節後の第5節の水戸ホーリーホック戦で左頬骨骨折、左眼下壁骨折の怪我を負い戦列を離脱してしまいます。ですがそこから3ヶ月後の6月に戦列復帰を果たすと、センターバックで主力として出場を続け、 J2 残留に貢献します。そしてこれからも順調にいくかと思われた田代正也選手のサッカー人生ですが、2017年3月27日ある事件を起こしてしまいます。それは飲酒運転による自損事故。当時所属していた FC 岐阜は31日付で田代正也選手との契約解除を発表。契約解除後は地元埼玉に戻って、工事現場などのアルバイトをしながら社会人のサッカーの試合に参加していました。すると1年後の2018年、再びプロとして戦う権利を獲得します。2018年2月16日当時 J2 に復帰した栃木 SC に新加入することが決まりました。田代正也選手はこの空白の1年間をこのように語っています。自分が岐阜で過ちを犯してしまった後、当時の岐阜の監督だった大木さんから、やってしまったものはしょうがないと言ってもらったことを覚えています。僕はあの時岐阜のメンバーを前にしながら、すみませんでしたと頭を下げてグラウンドを後にしました。それが岐阜での最後でした。岐阜を出てくる前に、お世話になった方がご飯に連れて行ってくれて大木さんが言っていたという話を聞かせてもらったんです。過去は変えられないけど、ここからどうなるかはあいつ次第、未来はいくらでも変えられるんだ、自分でやってしまった過ちだから自分に跳ね返ってくるのは仕方ないのですが、僕はその時精神的に本当に弱っている状態だったので、その言葉に助けられたし、今でも僕の中にずっと残っているんです。確かに過去は変えられない、でも自分次第でこれ以上悪くなることは避けられるんじゃないか
そう思って前を向こうとしていました。それから埼玉の実家に帰って両親に会いましたが、特に母親が悲しい顔をしていたことは僕の中にすごく残っています。もう頭を下げて謝るしかなかったですね。それからすぐに動き出していました。まだサッカーを続けたいという思いがあったので、どうにかしようという気持ちが強かった。岐阜の時のチームメイトの知り合いが東京にいて、相談に乗ってくれるということだったので紹介してもらったんです。実際に会うと、僕がやってしまったことを全て聞いてくれて、それでも親身になって一緒に考えてくれました。それからは平日の日中にサッカーのために集まってる社会人の方々と一緒にボールを蹴ったりする時間を過ごしました。土日も体を動かすために11人同士のフルコートの練習試合があればすかさず駆けつけて試合に出させてもらっていました。社会人のチームの場合、人数が足りなくなることが頻繁にあると聞いていたので、そういうチームを2、3チームほど掛け持ちをしながら、話が来た時にはすかさず顔を出してサッカーをやる環境に確保していたんです。だから家に引きこもってるような時間は全然なかったですね。そういう場を提供してくださった皆さんには今でも感謝しかありません。もちろんバイトをしなければいけなかったので同時並行でやっていました。主に肉体労働ですね。小学校を建て替える時の内装工事の現場とか、そこで荷物を運ぶとか、脚立を運んだり立てたりとか、そういうことしかできないので、とにかくバイトでも体を動かそうと思ってやっていました。岐阜をクビになってから栃木に加入が決まるまでの1年ほどの間、基本的にそういう生活をしていました。だから当時一緒にサッカーをやっていた人たちには、今でもシーズンオフに顔を出して一緒にボールを蹴ったりするんです。もちろん岐阜の人たちから許してもらえるかどうかは自分ではわからないし、許すとか許さないとかは僕が決めることではありません。僕ができることはひたすらプレーしている姿を見てもらうことだけです。だからこそ何かを感じてもらえるプレーを常にやり続けなければいけないという思いが僕の中にずっとあります。そんな壮絶なことを経験しながらも努力を続けてきた田代雅也選手、すると2021年、ついに J1 クラブのサガン鳥栖への移籍を果たします。サガン鳥栖では52試合に出場し、持ち前のフィジカルや空中戦の強さを生かしてサガン鳥栖の守備を支えていましたが、しかしここ最近ではサブに回ることが多くなっていました。そんな田代雅也選手はアビスパ福岡の公式サイトではこのようにコメントしています。サガン鳥栖から加入することになりました田代雅也です。目に見える形でチームの力となれるよう戦います。よろしくお願いします。現在サガン鳥栖とアビスパ福岡は勝ち点29で並んでおり、しかも次節はサガン鳥栖のホームで両者が戦うダービー戦となっています。次の試合がダービー戦ということもあり、余計に荒れ模様となっている今回の移籍ですが、それでも SNS では福岡への完全移籍の話を聞いて、冗談はやめてと思いましたが本当で、はっきり言ってショック、寂しいです。でも今まで鳥栖のために頑張ってくれたこと感謝してます。本当にありがとうございました。怪我をしないように福岡でもたくさん出場して頑張ってください。びっくりしましたが、怪我なく福岡でも頑張ってほしいです。確かに福岡とは距離も近く、良い意味でライバル関係であってほしいと思いますが、この移籍で田代選手を嫌いになることはありません。田代選手お疲れ様でした。鹿島戦との点の取り合いで96分のヘッドで押し込んだ試合は忘れられません。福岡でも頑張ってくださいと応援するコメントも数多く寄せられています。次節のサガン鳥栖対アビスパ福岡の試合にはひときわ注目が集まりそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。